まはいえー、ご紹介いただきました、ニトリリパブリックの野中と申します、えー、本日あの、地域商社として、えー、お話をさせていただく場を頂戴しておりますが、えー、創業はですは、ね、広告会社、マーケティング広告の会社でございまして、えー、ニトリグループのハウスエージェンシーといったところでありますが、えー、最近ですね、あの輸出事業を始めて、えー、まださほど実績ございません。 あのこういった場でですねお話をさせていただくのは非常に僭越なんですけども、SPA あのニトリのビジネスモデルですが、このリソースを活用する輸出物流の効率化、低コスト化ということでお話をさせていただきます。まずあのニトリグループの全体像およびまニトリパブリックの事業の紹介をさせていただきます。ニトリホールディングスの下に店舗のニトリですとか。 物流の事業会社あるいはアジア圏にです、ね、各種現地法人がございますで先ほど申しましたようにニトリパブリックは一つはニトリのマーケティング広告機能ということでテレビ CM を作ったりチラシを作ったりといったこともやってますがもう一つですね我々は外販事業というふうに言ってますが広告の外販それから OEM ですね いろいろな企業様の商品開発をしたいというニーズを起点にしてオリジナルでお値段以上でものを作って差し上げるという事業、それから観光誘客の事業、そして最近輸出の事業を始めたといった形になります。一言で言でいますと えー、SPA 製造物流小売業ですね、まあ、最近ここにニトリとしては IT も重視して入れるケースもあるんですけどもこのニトリグループの SPA のリソースを対外価値に転換して提供する事業会社がニトリパブリックですで具体的に我々が使える強みをですね少しご紹介をさせていただきます SPA 製造物流小売それぞれ強みありますけども製造面に関してはですね 自社の大型の工場はベトナムに2つあります、標準的なニトリの店舗ですと、1階に雑貨類がたくさんあって、2階にです、ね、大きいベッドとか、ソファーとかです、ね、テーブルとかあるんですけども、2階にあるようなものはベトナムの2つの自社工場で作ってます、で1階にある雑貨類はです、ね、やはりまだまだ中国が中心でして、約650の提携メーカー、仲間たちに作ってもらっていると。 まこういったあの製造ネットワークを我々としても活用可能ですそして最大のです、ね、本日のテーマにつながる部分ですけどもニトリグループの強みはです、ね、物流面にありまして、えー、まあベトナムとか中国,中国を中心にです、ねえー、諸外国から日本に入ってくるコンテナの輸入本数が日本で一番多いということになります昨年で言いますと約18万 TEU の扱いがございます そして、氷、まあ、販売の面においてはですね台湾、中国にすでに進出をして、それぞれ約40店舗程度展開をしております。まあ、こういった製造、物流、氷それぞれの強みをですね、まあ、ある意味、つまんでですね対外価値に転換をしてご提供するのが我々、ニトリパブリックですけれども、右側はですね 当然、創業の広告マーケティングの部分でですね強みとしている部分もございましてそれはですね、えー、実はあのニトリのブランディングをやってきた、えー、まあメソッドといいますか、まあ、ブランディングの体系ですね、えー、これがですねあのグローバルな考え方に基づいてやってきております世界標準のブランディングメソッドでニトリのブランディングをしてきた、えー、やってもらったのがチェ、ね・ウォルター・トムソンという会社になります。まあ、現社名はですね ワンダーマン・トンプソンということでグローバルで統合されていますが JWT 時代にですねこのグローバル流のブランディングをやってきたこの辺の知見もですね輸出した先の話としてですねマーケットインでまさに商材をブランディングをしていくということに生かせるなというふうに考えておりますこういったものを使いながら私どもですね4つの事業を展開をしております。 1一つは、まぎょであるマーケティング広告の部分、えー、それから2つ目は商品開発3つ目に観光誘客で物作、まあ、りであれ、まあ、観光誘客であれ、まあ、外から引っ張ってくるというビジネスですけども一番最後にその裏返しとしまして輸出事業というのを一昨年から始めたという経緯でございますそれぞれ簡単にご紹介をさせていただきます。えー これはですねニトリの広告の事例ですけども、まあ一言で言いますとお値段以上というこのブランドのスローガンにすべて集約されるようなコミュニケーションを心がけていますということですそしてですね中国、台湾に進出して、まあ、それぞれの国におけるですねマーケティングマネージャーというんでしょうか、まあ、EC 等を含めてですね 中国の場合は OMO マネージャーというふうな位置づけになってますが、まあ、私どもの同僚が現地に行って特に中国非常に面白く変化が早くですねいろんなソーシャルツールソーシャルアプリ等がありますのでそういったものを活用しながらですね中国であればニトリチャイナの台湾であればニトリ台湾のファン作りということをやっております具体的に少しご紹介させていただくとですね 先月ですねあのライブコマースでトップ KOL トップライバーと呼ばれるリージャーチーさんという非常に有名な方いますけども、まあ、こういった方にもご協力をいただいてですね中国ではニトリチャイナのですね、えー、販売促進ともやっております、まあ、こういった新しい手法を変化する、まあ、外部環境にどん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 ですねキャッチアップをしながら、えー、これをまあ国内で生かすのがまあ我々の役目だというふうに考えてますで2つ目の事業としての商品開発ですね これはあのいろいろな企業様の作りたいものをお値段以上で作って差し上げる事業ということで製造物流のネットワークをフル活用していますで消耗資材とかこういった店舗設備重機関係あるいはまあ広告と商品開発の接点で分かりやすいところでこういったあのノベルティのようなものですねこういったものをさまざま開発をしていますでこれらすべてですねあの海外で作ってますのでしっ,かりとし,たしっかりとした品質保証をやっておりますグループ全体でですね 一言で申し上げますと、まあ、自動車会社流の品質総称プログラムで、えー、やっておりまして、えー、工場の独自の監査に始まりましてですね、えー、付き合っていい工場かどうかとでいいとなって初めて発注できるんですけども試作品の検証を経て量産の前では必ず我々が現場に行くということをやってます、えー、まあわざわざこういったご説明をさせていただいているのはです、ね、実はあの 世界の工場、中国とですねどっぷり長く深くビジネスをしてきているというところがですね輸出事業につながる強みだからなんですけれども私自身約100社ぐらいの中国の工場は回ってますし多い年ですと年間100日ぐらいいろんな工場を回っているということがあります。 でその世界の工場がですねいよいよ世界の市場になってきたなということを非常にこう肌で感じてますし仲間たちもですね輸入のビジネスをどんどん始めているという変化が、えー、たくさんですね具体的に起きているのを見てきておりますコロナ禍以前パンデミック以前の数字ですけれども19年の数字ですね世界の工場を象徴する展示会広州交易会ですねニトリグループの人間は大勢毎年行ってましたけれども19年度はですね 前回比で減で減したで同じ19年の、えー、ですから第2回に当たるかと思いますけども中国国際輸入博覧会はです、ね、前年比で18.7%の増ということで、まあ、こういった大きなメガトレンドを,を捉えましてです、ね、私たちとしては世界の市場に対して、えー、ビジネスの血のりがありますので、えー、北海道のいろいろなもいいものを出していきたいということで輸出事業を開始しました。 で今、取り組んでいるのはです,、ねえー、日本酒ですね、北海道の日本酒を,、えー、注,力を注力をしましてですす。ね、中国市場に出しておおりますで、まあ、おそらくアメリカが海外では一番日本酒の消費市場としては大きいと思うんですけども、中国はそれに次ぐマーケットサイズがあって伸び率としては世界一です。 で当然背景には和食のブーム等もありますので、えー、遠からず中国が世界最大の日本酒の消費市場になるのではなかろうかとそしてあの、まあ、北連さんからもお話いただいていましたけれども、えー、北海道はです、ね、食用米が全国でもトップクラスにおいしくなってきていますで当然、酒米もおいしくなっていますのでこれからです、ねまあ、日本酒とかワインとかが北海道がです、ね、日本の中心的な産地になっていくポテンシャルがあるんじゃないだろうかと。 中国ではです、ねえー、あまりブランドが確立している日本酒というのが1つか2つぐらいしかなくて、えーまあ、いろんな中国の仲間たちに聞いても脱菜がすぐ出てきてすごく日本通の方がです、ね、14代をその次に上げることがありますがその次に続くブランドというのがなかなかないというのが正直な現状だと思っています。 ですので,です、ね、北海道の日本酒にも非常にそういった中国におけるブランドの確立をうまくやれば日本国内以上にで,す、ね、できるんじゃないだろうかというふうに感じてましてオール北海道での統一ブランド作りというのを進めておりましてニトリホールディングスには中国人弁護士が数名社員としておりますので彼らの力も借りながらですね 商標登録をただいま進めてますし中国国内でしっかりとあの北海道の日本酒はおいしいよといった情報がストックされるようなコンテンツマーケティングも展開をしております、えー、具体的な省流を少しご紹介をさせていただきます、まあ、日本酒含め北海道内のいろいろないい商品をですね我々が集めて 我々はですね、石狩港、小樽港を使うことが多いですけれども、港に着いた段階で日本円で決済をさせていただいています、えー。各メーカーさん、生産者さんにとっては全くリスクのない形です。でなぜなら、あの我々の、えー、相手、インポーターはですね、ニトリの商品を作ってくれている大きな工場だったりします。まあ、これまで、えー、たくさんビジネスをしてきて、えー、顔も、えー、分かり、関係のある相手に対して。 北海道のサンピンを私たちが輸出をしていきますということで我々にとっても回収リスクというのがほぼないという状態になっていますで彼らがですねすでにそれぞれ確立している中国国内のコールドサプライチェーンでですね中国の食品流通に載せていくと簡単に言うとこういう流れになります でコロナ禍でのニーズ変化ということですけれども、まあ、北海道、人気の観光地でしたけれども、まあ、インバウンドが完全に止まってしまいましたということでですね北海道に来ている中国の方々はですね8割、9割方は、えっと、上海エリアから来てたんですけれども特にこのエリアにおいて行きたいけど行けない、まあ、そういう、まあ、不足というんでしょうか欠乏というかある意味ニーズの高まりというのがありましてですね 人はいけないけども物は動かせるということでこの機にですね北海道のプレゼンスを引き続き高めていこうということで今まさにやってますけども上海のフーマーシェンションアリババ系の食品スーパーのフーマーですねこちらで北海道フェアをやっております北海道のスイーツが中心になりますけどもいろいろないいものをですね取り揃えて私たちがフーマーに持って行って販売を今月末までやっております またあの先ほども少し触れましたけれども日本酒はですねこの間もあの日本にいる中国人 KOL の方と連携をしまして蔵元からライブ配信をしたり日本酒のいろはみたいなものをしっかりと情報のストックする形で,ですね中国の WeChat、Weibo、Baidu などのですねえまあプラットフォームにしっかりと載せていくとで実はあの北海道の日本酒というのは極めて質が高くて評価も高いんですよというようなですね認知を獲得するできるような そういうい情報の出しし方をしておりますで物流の現状ですけれども現状はです、ね、我々まだまだ始めたばかりの事業ですので3か月に1本程度のです、ね、頻度でしかコンテナで出せていませんで実はあのニトリグループですね年間18万 TEU 実数にすると約その半分日本国内の主要な貿易港に入ってきていますけれどもです、ね、北海道には実数で約3000本です、ね、年間で入ってきていますで小樽、石狩が多いです。 先ほど魚連さんからのお話もありましたけれども小樽がです、ね、唯一上海にまっすぐ行ける港ということで現状、我々はここをベースにしてです、ね、これからはです、ね、この3000本のラウンドユースということを視野にです、ね、頻度、本数をアップさせていきたいなというふうに考えています。でまあ、当然、規模の経済ですので具体的なラウンドユースもそうですしあるいはリーファーですね ニトリの商品は当然あのドライで入ってくるんですが、まあ、リーファーを我々がチャーターする際にもですね船会社といい条件での契約ができるだろうということで必要な手段はすべて使ってやっていきますとエアーも使うこともありますというふうに考えておりますで我々がですね当たり前のように追求しているのはですね えまあ入ってくる場合も出す場合もなんですけれども、えー、コンテナで空気を運ばないということですね、えー、とにかくいろいろな商材をえ混載しまして、もう満載状態で出していくと、これがもう輸出物流の工夫に尽きるかなと思ってます、こういったニトリグループの物流の考え方、ネットワークの活用で、ですね一気通貨型の輸出を拡大させていきたいなというふうに考えております、はい、以上です。